お茶の水本校をはじめ全国の武田塾では講師の先生を募集しています。参考書学習で難関大学に合格した皆さん、次の逆転合格者を一緒に生み出しませんか？詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務の山美です。武田塾教務の高田です。山美先生、はい、浪人が決まってしまった子たちはもう浪人生としてね、はい、こう1年間勉強を始めてるわけじゃないですか、はい、で浪人といえば山美先生、おミスター浪人です、はい、そんな山美先生に今日質問来てるんで答えてもらってもいいですか？お願いします。山美先生の浪人の春の過ごし方を教えてくださいと、うん、なるほど、はい、浪人の春でもう本当に人生変わった浪人生が成功に導けたかな。浪人生の春って、はい、一般的にはなんかどうやって過ごしたらいいんですかね？なるほど、まあ、予備校行ってる子と独学でやる子で違うと思うんですけど、はい、まあ、基本予備校だと前期は基礎のテキスト配られるじゃないですか、はい、まあ、授業を受けてその復習みたいなのが一般的じゃないですか、はい、まあ、まず僕がその武田塾入った時は偏差値36だったわけですね。もう全国の浪人生からかなり遅れを取ってるわけですよね、まあ、そんな中で僕がその早稲田大学に逆転合格できたっていうのは、まあ、浪人の春、まあ、3月とか4月の初めですね、スタートダッシュできたからなんですね。お、はいはいはい、はい、まあ、やっぱりその例えばじゃ浪人して、まあ、大手予備校に入るとすると、うんうんうん、だいたい4月の半ばとか後半から授業って始まりますよね、うんうんうん、はい、なのでそれまでは、まあ、とりあえずね授業始まるまでは、まあ、自分で独学するかとか、うん、テキストをちょっと予習するかとか、うん、まあ、正直言うとその最初からめちゃめちゃ予習復習できるっていう方って、うん、あんまりいないと思うんですよ、うんうん、はい、なのでその中で僕はもう3月からもう武田塾にこう何をやったらいいかっていうのを教えてもらったんで、うんうん、その30、40代の勉強を僕そこの春でほとんど終わらせることができたんですね。はい、だからこれがかなり大きかったかなと思ってます。はい、3月、4月、まあ、5月ぐらいまで春ですかね、はい、そうですね、はい、その間に参考書ってどれぐらい終わったんですか？はい、まず中学校レベルが終わりました、はい、でプラス、システム英単語、まあ、英単語帳ですね、はい、あと、ネクステージっていう、はい、まあ、本当高校生ここ3年間で習う英文法っていうのはもう一通り終わってましたね。なるほど、はい、もう春の段階で単語何出されても完璧、はい、そうです、文法出されても完璧です。おはい、っていうところまで行ってたので、はい、まあ、やっぱりそこのかなりスタートダッシュがやっぱり僕の成功のまあきっかけだったんじゃないかなと思いますね。うんうん、勉強時間何時間ぐらい取ってました？正直言うと最初そんな多くなかったんですよ、はい、というのもやっぱ勉強の習慣がそんなになかったんで、はいはい、まあ、予備校の授業とか、まあ、僕はあのヨゼミのサテラインに通ってたんで、うんうんうん、あの映像授業見てたんですけど自分で勉強する時間そんなに取ってなかったんですよ。それ現役時代？そう、現役時代です、はい、なので本当に最初勉強時間は6時間とか、まあ、8時間とか、うんうん、はい、まあ、8時間できたら僕の中ですごいいいなと思ったんですね、うんうんうん、はい、なんか浪人生になったら勉強できるかっていうとそういうわけじゃなくて、急になんか浪人生になったから1日10時間やろうとかって、まあ、できる人もいると思うんですけど、うん、できない人が多いはずなんですよね、うん、それをなんか自分になんだろう浪人になったからこの勉強できるって過信してると絶対できなくて、うん、で理想と現実にかなり悩むんで、うんうん、はい、僕はまあしっかり手堅く武田塾で宿題された 6時間とか8時間ぐらいをまあコンスタントにやっていったって感じですね、うんうんうん、逆に言うとそれでいいんですか、はい、できればもっとした方がいいんですか？あ、もっとした方がいいです、うん、ただやっぱりその偏差値30とか40の子が急にじゃあ10時間とかやったら、うん、もう正直もう頭が知恵熱で倒れちゃいますからやっぱりただその自分のレベルに合った問題集、うん、テキストからやっていくことができるんで、うん、まあ、全然そのなんですかね、しっかり身につけてどんどん次のレベルに上がっていくことができたって形ですね。みんなね、じゃあ浪人で予備校行って、はい、春いろんな授業を受けて、はい、でテキストを進めてるところだと思うんですけども、はい、山美先生はその間に、うん、もう6時間から8時間ぐらいがっつり自習の時間ちゃんと取って、はい、参考書を完璧に仕上げていったわけですね。そうですね。で基礎はもう5月の段階で終わってたんですね。まあ、そういうことですね、うんうん、はい、なのでまあ6月から本当にまあ、あの英語以外もそうですけど、はい、現代文とかまあ古文とか、うん、あとはまあ歴史とかもそうですけど、うん、はい、やっぱりしっかり問題集を解くっていう段階に入ってきたんで、うんうん、普通の塾予備校だともう大体夏ぐらいまでやっぱりその基礎 を授業でその通詞を学んだりですとか、うんうんうん、やっぱりその文法もずっとやってるじゃないですか、うん、正直そんな時間ないですよ浪人生にとって、うんうんうん、もう浪人生夏前ぐらいから本当に演習していかないといけないし、うんうん、夏でやっぱ志望校1個前のレベルまで持っていきたいじゃないですか、うんうんうん、やっぱそう考えるともう基礎が終わってない浪人生が難関大に受かるのは僕授業だと絶対無理だと思ってるんで、うんうん、もうそこはもう参考書で独学していくしかないかなと思ってます、はい、まあ、予備校通ってる人もなんとか時間取ってやっぱ自習の時間ちゃんと取った方がいいですよと。そうですね、はい、で独学の人はさっき山美先生言ったみたいに、うん、基礎の勉強を早めに終わらせることが大事になってきますよと、はい、はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。今回は以上です。先日私高田が武田塾高松校に行ってきました。カフェスタイルのおしゃれな教室で、さらに働いてる先生たちもすごくいい先生たちばかりでした。
ぜひ皆さん武田塾高松校の動画概要欄から見てください。